銀河を貫く伝説の刃、青春戦隊銀河マン。でもちょっと2人で寂しいと思うんで、うん、ちょっとあの1人、うん、あの客席になんか戦隊やったやつがいるんで、うん、ちょっとそいつに銀河マンちょっと教えてあげてもらっていいですか。助かる助かる。なるほどなるほど。ちょっとダメだ。助かる。ベテランの方がいらっしゃるんですね。ダメなの。助かる。もう銀河マン、銀河マンやりゃいいんだから。経験者でしょ。ということで、バカバカ、全世界の皆様、はい、金子昇さんです。拍手いや、昇くん助かる。ほら、あっちゃんが、秋田のあっちゃんが喜んで、もうメンバーが足りなかったから助かります。マイク持ってんじゃん。では銀河マンの名乗り、よーい、おい。銀河を貫く伝説の刃、青春戦隊銀河マン。よく頑張りました。すごい。すごい。いやすごいすごい。すごい。声がいい。すごい。声が。つらい。なんか本物でしたね。本物の銀河レッド。銀河レッドだった。うん。あの銀河レッドって言ってください。銀河レッドって言ってください。その続きってことじゃん。そう、名前だけ。名前だけ。銀河レッド。龍馬。おお。銀河ピンク、サヤ、サヤ、いいよ、はい、銀河ブルー、銀河ブルー、銀河ブルー、ゴキ、ゴキで勝えなんだよ。はい、ありがとう、はい、ありがとうございました、さよなら、のぼるちゃん、11月8日、助かった。